すぐに私と秘密の関係になりましょうじゃなくて、ちょっとアグレッシブ。そうね。でも、あの、高橋の話も積極的になってるし、うん、そうだね。そうか、2番、そうか、2番でいいかな。そうだね。アクセル、うん。うそー、すごい。おお、いいね、いいね。それでこれからどうする？いやー、どうするって今まで通りでしょ？おお、どうもこうもないって、これ何も話にならない。あ、でも3番はね、結構あ、どうするってどうしてくれんの？どうしてくれんの？やってみよう。やってみよう。もういい、もうあの、あHello! Hola! ¿Cómo estás? 正しい返事は Muy bien! Gracias! 何これ？作れる料理 Cooking! Cooking しようか。ケチャップとマスタードメイク、Cooking make 横山ショック、うん、よくやったから、ちょっとどうなってるか見てみよう。俺たちこれからもう友達でいられるよないきなりちょっとなんか直球、何ビビってんの、小心者。会社辞めない限り同期として今後も変わんないよ、うん、そして当たり前、毎日会社で顔合わせてんのに。どうしてくれんのはちょっと激しかったから、多分良くなかった、うん、横山はちょっとグラスハートかな。あ、グラスハートか横山に対して柔らかくいくべきなのか、何が起こったかまだ分かってない。分かってない。そうなんだよ、そうなんだよ。またデータの話じゃん。データの話しか分かんない。 CM 見て、うん、この身が朽ち果てるまでお前をてんてんてん。あー、クリックしちゃった。イケメン革命、アリスと恋の魔法、恋愛ゲーム。なんかフォーカスがそっち行っちゃってんじゃねえ。2にしようか。うん、まあちょっと優しく。はい。あ、何もない。待つか。またエロい動きしてる。え、見て見て。同時。おお。高橋。やっぱり。でしょ。結局高橋さんがもう他の人はもうやめとこう。何やめとこうかだよ。お、返事来た。ところでお前の方はどうなの？お付き合いしてるって人はいるって横山が言ってたけど。いないんだけど。いないけど。返事は横山情報は信用しちゃダメです。ああ、なんかわかる気もする。そう。私は残念ながら男友達止まりの相手ばっかりです。って威張って言うことじゃないけど。かっこ笑い。英語流フレンドゾーンからは出ない。フレンドゾーンからは出ない。ああ、うん、でも言ったら高橋さんにもそうだよ。フレンドゾーンに、そう。じゃあ2はダメか。そうだ、鋭い。さすが高橋さんだけよくわかってるわ。秘密の日本語ゲーマー。なんか新しいゲームできそうだね。そんなの主任に言う義務ないです。英語で言うとこの None of your business です。え、それ高橋さんに言わないでしょ。言わない言わない。3番はダメ。ダメだね。2番はちょっとフレンドゾーンが多いから、あの、多分私大体リレーションシップに入らない。いいね。個人的にいいタイプは1番かな。うん、横山もうダメだからね。そうだ。信じちゃダメって。そうだ。もう今の日本語ゲーマーは Don't think, feel ですから。一番。何もない。なんでそんなに名残惜しいんだよ、高橋さんが。あれ、ショーゴ？ちょっと嫌な顔。すみません、会社だと高橋さんいるから話しかけにくくって。話しにくい。高橋がいるから。そう。高橋さんって結構なんかあれなんかな。何？なんかギャングのボス。ギャングボス。まあオフの話だからね。わ、興味なさそう。主任、ああ見えて怖くないよ。大丈夫？ああ、了解です。言わないでしょ。もうそれで終わっちゃうね。そう。だから1と3って結構もうポーンって感じ。グッバイみたいな。怖くないよ、大丈夫。うん。それが1番フレンドリーかな。うん、2番だね。そうだね。うん、2番にしましょう、うん。あの、ね、高橋さんじゃないんだからさ、普通にピッて言っちゃっていいと思う。じゃあ、ピッ。およかった。じゃあ、あの、無料のデリベリーが。何のデリベリーか。何だよ。横山。お前、彼氏いるもんな。え、いるの？いないでしょ。いないでしょ。あ、ちょっと待って。ミサートが勝手にいろんな男子に。彼氏いるよって言ってるかもしれない。ああ。言いそうでしょ、ミサートが。ミサート。嘘つきだもんね。そう。なんであんたが私のプラベ知ってんの？私、そんな話まで横山にしたっけ？また酔っ払ってるんだ。ああ。3番目。え、彼氏、何言ってんの？つまり1と2は彼氏がいるということ。これはもうだってあのね、オフィス、あの、
両方攻め、両方攻め、上司&同僚攻めをしないといけない。頑張りましょう。そう、頑張りましょう。じゃあ3番だよね。はい。え、彼氏何？おお、よかった。戻った。戻った。戻った。50%。よし、じゃあ横山もらったから。Yes。高橋さん。早いな。彼氏いないんだ。意外だな。おお。それいい返事。いい返事だね。高橋。いい返事。まだ心がしっかりつながっています。意外ですか。私そんなにモテないですもん。おお。言いそうだね。嘘なんだけど言いそう。嘘言う。嘘だけど。まあ、ミサト。ミサト。嘘つきだし。そう。いいんです。今は仕事や友達で充実してますもん。仕事と友達でいい。そう。男はいらない。それ以上はセクハラですよ。してみたい。それやると、もう日本語ゲーマーがね、ついには高橋さんショックを受けてしまう。ショック。受けたくない。この人はまあ、ね、結構セーフに行こうよ。うん、セーフに。セーフに行こうよ。セーフに行こう。何がセーフ？よくわからない。何が欲しいんだ、高橋さんから。おー、ハートマーク表示してくれて嬉しい。もう乙女ですね。横山、一緒に飲んでる時よくメール入ってるじゃん。あれ彼氏からだろ。それ高橋からだろ。高橋さん、横山に説教してんね。そういうのが好きそうじゃない。横山、そうだね、説教したりとか。そうちょっとね、なんかそういう、なんでそういう M タイプ。M タイプ。あ、メールね。そんなの彼氏じゃなくて友達からだって来るし、メール見たんじゃないでしょうね。隣に座ってるから。そうだ、ありえそう。そういうこと。でもそれ言っちゃったら彼氏はいるっていうことになっちゃうから。なんだ、当てずっぽうの推理。気のせいじゃない。気のせい。そう。ああ、勝手に想像して言ってるだけじゃん。ああ、それっぽいよね。うん、3番。そうだね、頑張りましょう。はい。マークが出なかった。でもキープキープ、とりあえず横浜はキープなら OK、 下がったらダメ。50%。あ、読んだ。読んだ。なんか高橋さん、横山読んだ。だからすぐ来るかも。来ない。じゃあ何回も触ったら。なんで触ったんだ。そのよく見ると、指が高橋さんの顔の上を撫でてるというちょっと気持ち悪い状態なんだけど。他の人。はい、兵庫県。会社の他の人って俺がダンサーしてるの知らないですよね。そっか、この人は会社にはバイク便だけで来るから。本当の仕事は、そう、バックダンサーの、うん、そう、仕事。秘密の仕事。バイク便のお兄ちゃんだとしか思ってないだろうね。軽いね。ダンサーに見えないしね。おお、失礼。それは失礼。それはきついね。きつい。ちょっときついな。うん、多分知ってるの私くらいかな。ダンサーやってるのは私ミサートだけ。そう、を知ってる。保存して全部なんか。やってみたい気持ちになって。秘密の関係できたら、うん、最初からやってもいい。知ってるの、うん、私くらいね。およかった、 80% いけてる、いけてる。じゃあ、おー、すげえ、来た。Save the best for last という形たちで、よ、横山最初に。なんてこと、ちょっと心配してんだよ。まさか社内不倫してないよな。お前高橋主任気に入れられてるし。ノーズイ横山ですよ。ノーズイ横山。うん、それか、うん、まあ3人でもいいか。こら。ダメか。それこそ秘密の三角関係というか。その三角っていうのはワンウェイでしょ。これワンウェイ、ワンウェイ、ワンウェイ。3人になったらツーウェイ、ツーウェイ、バイダイレクショナルという形。2プラス1だね。2プラス1。見損なうなバカ。2番目がしてないよ。3番。主任はそれはかっこいいけどね。再退社はアウトでしょ。結婚してる人はアウトでしょって言ったら、横山がアップ。ああ、違う。なるほどなるほど。そうそう、なるほど。でもかっこいいけどねって言ってるし、うん、それも横山がちょっと、そう落ち込むから、そう、ダウンとアップ。あ、じゃあ結局3番はその真ん中オプションか。一番に、そうだね、ちょっとリスクが高いけど上がるかもしれない。そうだね。一番、いやー、リスクは高すぎた。ショック。じゃあショックだから、高橋そのもう一回元気になるため。そうだね。ふーん。
じゃあ俺が誘ってもいいんだ。おー、でも誘っていいって言っちゃダメでしょ。え、そうなの？ちょっとちょっとまだ play it safe じゃなくて hard to get hard to get そうそう hard to get play hard to get、ね、え、ちょ、やばいです、ドキドキしちゃうんですけどドキドキしちゃうんですけどでもさ、ちょっとこれまた危険だよ。だって2番目がさ、冗談ですよね。上がると下がる、どっち？これ下がる、あ、下がるかな。うん、3番目が、冗談でも上司がそんなこと言わないでください。高橋さんが離婚しているし、気持ちを守らなきゃいけない。秘密の関係まだできてないけど、うん、もうちょっとだけもう奥さんとして発動しなきゃ。そうだね。え、ちょ、やばいです、ドキドキしちゃうんですけどこういう風に話す人いる？いないよいないよし、一番、おっ、わー、わー、セーフ。なかなか微妙ハイファイブするほどのことかどうかっていうのはなんか高橋さんがアップするとさ、横山が下がるのかな、なんだろう。あ、いや、そういうのはないんだけど、そういうのはないんだけど、多分心が、日本語ゲーマーの心が高橋さんにあまりにもなってるんで、フィックスされちゃってるんで、横山の方をちょっと、横山の返事。じゃあお前ん家の近くの花屋さん、爽やかな感じの、見かけたことある？お花屋さんの男？あそこのフラワーアレンジメント教室通ってるからね。ダンス教室通ってフラワーアレンジメント教室通っていくつやって、いくつあるんだよこの人は。本当にフラワーアレンジメント教室行ってるかどうか分かんないんだよ。行ってるかもしれない、うん、誰か、何これ何これ、僕の運命の人がここにいました。ハッピーメール。ねえねえ、こういう服装好き、君が好みな格好したいな、どういうのが好き？なんかそういう喋り方しそうじゃない？そうそう、普通に洋服着たじゃない？そうだね。もう少し高橋っぽく洋服選んでください基準高橋さんフラワーアレンジ、誰かいたね。いたかな、一応プロフィール見とこう。あ、梶川くん、花屋、花屋、フラワーアレンジメント、イエス。これ女の人じゃない？全部男ですいやー、これは全部気持ち悪い男ですまあ確かにあれ、この人だよ。午後からのフラワーアレンジメント教室来る？予約入ってなかったから。この人だよ、おはり彼氏だったっけ？知らなかったこれまだ違うよ、いつの間に彼氏できちゃった。この人は昼間に起きてる人だよ、昼間に寝てる人だよ。ああ、これ人だった。そう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 、おはよう、まだ寝てたと。ああ、全く忘れた。あ、ごめんごめん、私自動的に参加にしておいて。予約忘れてたっけ、ごめん。予約言わなくても入れてくれると思ってた。2番はちょっと違う、フォーマルっていうか。3番、うえ、何が、女子として人生難しいよねやっぱミサート量が足らない、ミサート足らない、足らない、もう少しミサート勉強しなきゃ。ミサート勉強、ミサート勉強すごくやばい状況になってきてるよ。じゃあもう一回横山見て、あそこのフラワーアレンジメント教室通ってるからね、それは真実、真実。彼氏かどうかなんてノーコメントよHard to get. Hard to get. 横山に関係ないでしょ。多分これやったのも最後だ。もう少しミサートっぽく言おうか。横山に関係ないでしょ。あんまり似てなかったな。だって一番でしょ。まあ普通に言ったら、ね。普通に。そうそうそう。それはセーフ。セーフ。セーフ。じゃあセーフにしよう。はい。おー。